次に小林茂樹君。委員長。小林君。ありがとうございます。奈良1区から奈良1区を地元としております小林茂樹でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。また政府側の皆様方もよろしくお願いをいたします。本日は法案審議、いわゆる建築物省エネ法に関してであります。このことについて4問質問をいたします。まず省エネ法、この法案改正の趣旨1番目、そして、木材活用の推進、どのように進めるのかということ、そして3つ目がですね、この目の前の問題でありますが、いわゆるウッドショック、今どうなっているのかということ、そしてそれを抜本的に解決するためには、これ、山の問題があるのではないか、流通ルートの問題があるのではないかというところを話題にし、そしてですね、今日皆様方にお配りをしております、日経新聞の記事であります、国産材の活用、東北牽引して、このタイトル以外にもですね、いろんなこの今回の法案に関する内容がこの中に盛り込まれておりますが、この中の一つをですね、最後4問目としてお尋ねをしてまいりたいと思います。早速質問に入ります。2050年カーボンニュートラル、これを政府が発表しましたのは一昨年の10月でございます。その後半年後、6ヶ月後、昨年2021年の4月に、温室効果ガス 46% 削減、これを宣言したわけであります。この目標を達成するためには、本日、再三発言をされていますが、エネルギー消費の3割をこの住宅建築物が占めているということであり、この分野において抜本的な取り組み、これを強化しなければならないということであります。環境共生を謳いながらも、そういった住宅がなかなか普及しないということで、現場の声なども聞きながら、段階を経てこう改正をしてきたという、今回、この法案、制定に至っているわけでありますが、今回の改正によって、省エネ対策をどのように加速をしていくのか、まずこのポイントをお聞きをいたします。天野住宅局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス削減目標の実現に向けまして、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野において省エネ対策の強化を図ることが急務となっております。このため本法案におきましては、省エネ性能の底上げを図るため、省エネ基準への適合義務の対象を住宅を含むすべての建築物に拡大、より高い省エネ性能の住宅供給を促すため、住宅トップランナー制度の対象への分譲マンションの追加、省エネ性能に着目した形での取引を促すため、建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示制度の強化、地方公共団体が定める区域内における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進する制度の創設等の措置を講じることといたしてございます。はい、委員長。小林茂樹君。2問目に参ります。木材活用を推進するための規制合理化であります。地方の林業、そして木材産業活性化の観点からも、住宅建築分野での木材の利用、これを強力に進めていくべきであります。木造建築物、これを拡大していくためには、炭素貯蔵効果だけでなく、建築主や利用者が直接的にこの木の良さを感じられることが大事でありますが、そのためには、木造建築物について可能な限り、木をそのままの姿で使用、これ、表しというそうでありますが、木をそのままの姿で使用することが重要であります。今回そういった趣旨も法案改正の中に入っているようでありますが、建築物の木質化をさらに進めるためには、どのような規制を見直し、どのような効果を期待をしているのか、お尋ねいたします。天野住宅局長。お答え申し上げます。現行の建築基準法の規定におきましては、建築物の規模、用途、立地に応じまして、柱、梁等の主要構造部に関し一定の耐火性能を求めており、耐火建築物の場合には、
木材を石膏ボードなどの不燃材料で覆う必要があることが大規模建築物等において木材利用を推進していく上での課題であると指摘を受けてございます。こうした課題を踏まえまして、本法案では関連技術開発の成果等を踏まえ、さまざまな防火規定の合理化を講じることにより、大規模な建築物全体やその一部に木材を被覆することなく用いることができる範囲を拡大することとしてございます。具体的には延べ面積3000平方メートル超の大規模木造建築物につきまして、防火的な区画や大断面材の活用により、耐火構造等とすることなく建築物全体について木材を被覆しない形での木造化を可能とする、メゾネット住戸内など他の部分と防火上区画された部分の木造化を可能とする、通常建築物全体の規模等に応じて適用される防火規制を一定の壁等により区画された部分ごとに適用できることとし、低層部分等の木造化をしやすくするなどの合理化措置により、大規模建築物等における被覆しない形での木材利用の促進を図ることとしております。委員長。小林茂樹君。昨年公共建築物木質化法、これ出来上がったわけですが、これは民間にも適用するということであります。先ほどのお話にありましたように、見える化によって差別化をしていく、本物の木を使うということは、これ見る人が見れば分かるわけでありますので、そういった住宅の普及を期待をしたい、建築物の普及を期待をしたいと思います。質問の3番目、これ大変重要なところでありますが、いわゆるウッドショックですね、これ現状どうなっているのか、目標達成のためにはエネルギー消費の抑制とともに CO2 吸収源の拡大、これ森林整備が必要であります。森林整備とは計画的に伐採、そして植林を一定程度こう一定サイクルで繰り返していくこと、需要がないと山から木が刈り出されないということで、切り出されないということであります。今海外の財に押されているということであります。また新型コロナを機に世界的に木材の入手が困難になったり、価格が急騰しておる、高騰している、いわゆるウッドショック長期化をし、地域の工務店にも大きな打撃であると。今後海外の状況に左右されずに安定的に木材を確保するには、今国産材の活用を進めるべきであります。川下側の工務店、ゼネコンによる木材利用を拡大するだけではなくて、川上側の林業、川中側の木材加工業による国産材の供給拡大を、これ川の上中下流、これ一体的に推進をする取り組みが必要であると考えております。林野庁、環境省、先ほど経済産業省もありましたけど、関係省庁が連携をして木材利用の促進に取り組んでいく必要があると私考えますが、ウッドショックの現状、国産材の利用拡大、どのように取り組んでいくのかお聞きをしたいと思います。中山国土交通副大臣。ありがとうございます。先生、委員ご指摘のとおりですね、昨年来のいわゆるウッドショックと呼ばれる状況については、木材の入手が困難となっていた状況は足元では徐々に改善されつつあるものの、木材価格は現在も高止まりし、引き続き注視が必要と認識しております。このような海外における木材需要や流通の状況の影響を緩和するためには、国産材が中長期にわたって安定的に供給されることが重要と考えております。一方、林業や木材加工に関わる事業者とすれば、国産材に対する需要が中長期にわたって安定的に発生することが見込まれない限り、供給拡大のための新たな投資や雇用を行うことは難しいとされております。したがって住宅建築物分野における木材利用の拡大と合わせて、国産材を安定的に供給できる生産体制の整備を進める必要があり、これまでも林野庁と連携して各種施策に取り組んできたところであります。また今般の建築基準のさらなる合理化により住宅建築物における木材活用可能範囲が広がる結果として、木材需要が中長期的に拡大し、国産材の利用の拡大に寄与することを期待しております。今後とも昨年改正された木材利用促進法に基づき設置された木材利用促進本部の枠組みを活用するなど、関係省庁と十分に連携を図りながら国産材の利用の拡大に資する取り組みを進めてまいります。委員長。小林茂樹君。副大臣、ありがとうございました。最後の質問でございます。この日経新聞の記事、一番最後の段落のところに、木造率
これ中高層建築は1割以下であると、低層だと3割に迫ると、この中の折れ線グラフに書いてあるわけでありますが、ちょっと長期的な視野で必要かもしれません。長期的な取り組みが必要かもしれません。中高層建築の木造率、これを高めるためにはどうしたらいいのか。例えば10階建てビルの下半分をコンクリート、鉄筋コンクリート、上半分を木造にする、こういうことは可能でありますか、あるいは事例はあるでしょうか。お尋ねしたいと思います。阿波野住宅局長。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、建築物における木材利用を拡大していくためには、現状木造の割合が非常に少ない4階建て以上の中高層建築物における木材利用を促進する必要があると考えてございます。で、委員お尋ね の低層部を鉄筋コンクリート造等とし、上層部を木造とするような取り組み、こちらも実際の事例として、北海道札幌のホテルの事例も最近出てくるなど、そういう工夫した形でですね、一部に木造を活用するというようなケースも登場していてございます。このような中高層建築物における木材利用を促進する観点から、令和4年度予算におきまして、国土交通省として、この普及拡大段階の木造化技術を活用したプロジェクトに対する特別の補助制度を創設するとともに、本法案において大規模な建築物全体やその一部に木材を被覆することなく用いることができる範囲を拡大する基準の合理化を盛り込んでいるところでございます。委員長。小林茂樹君。お尋ねしておきながら、ちょっと私もですね、同時進行で調べてみたんですけれどもね、この最近発売されたこの雑誌、名前ちょっと宣伝になるから言えませんけども、この雑誌によれば木造で11階建てを作っている、全部木造で、あるいは下半というか5階までを鉄筋コンクリートで作って4階から上を木造にしてきたということなんですが、これ建築単価を考えますと10階建てぐらいのビルの今、坪単価が100万超えてるんですね。鉄筋コンクリートって10階建てぐらいだと、この辺りだと、東京だと。じゃあ木造がどうだというと、これはまあ私奈良の住宅屋だったわけですが、先ほど部下に聞いたらですね、元部下に聞いたら、坪、70万近くだと。結局木造の方がそういう意味では安くついている。いや、なぜこれ足したら高くなるのかというと、結局この新聞にも書いているように、技術向上ですね、やっぱり数やっていくと下がっていくということが言えるとは思うんですね。一概には言えないかもしれませんが、そういうことをちょっと話題にしておきたいと思っております。質問をした内容はですね、ここすべても今すべて申し上げたわけでありますが、加えて要望的なことを少し申し上げたいんですが、なぜこのウッドショックが解消しないのかといいますと、理屈では分かるんですよ。ロシアから輸入しなくなった分を丸ごと何かに置き換えたらいいだろうと言うんですけども、その生産体制が整ってないし、その川下の方でどれだけ履けるか分からないのに、上の方で、あるいは中間で設備投資なんかできないですよね。その辺を思い切ってやれるかどうか、やってるところもありますね。私の記憶だと福島、山口、熊本、長野あたりも多分やってると思うんですね。何やってるかというと、もう思い切ってこれ、契約してですね、年間で100戸、例えば100戸やるとかいうことで、ある意味山を丸ごと買う、こういうことでできてるわけなんで、一社で丸ごと買えなければ、共同で買うとか、共同で乾燥機を作るとか、こういうことはできるわけであります。残り1分ほどになりましたので、ちょっとこんなことをやっているという、ご報告したいんですが、私は健康省エネを推進する議員連盟の事務局長を務めておりまして、あまり知られてないんですが、伊藤、このあと質問に立たれる伊藤渉先生も、この議員連盟の副幹事長を務めておられます。この目的はですね、健康が入っているというところであります。省エネとは何のためかというと、地球規模で環境を守るということもありますけれども、作られた住宅が健康につながっていく、そうでなければ普及をしないわけですね。コストを抑えるということも大事ですけれども、より付加価値も上げていく、そういった機運を上げていくことが何より大事なのかなということで、今日の質問の中にもありましたけど、普及をさせるためには宣伝も大事ですし、経産省さんにやっていただく、あるいは、外務省と一緒に何かこう
海外の方に逆に輸出できないかとかですね、そういったことも含めて機運を高めていくことが大事ではないのかなと思っております。いろいろ申し上げたことありますが、質問時間終了しましたので以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。次に